猫が日々思うこと。猫は、私たち人間とは異なる独自の世界を持つ生き物です。その行動や表情からは、彼らが何を考え、どんな感情を持っているのかを読み取ることができますが、猫の心の内を完全に理解することは難しいです。それでも、猫が日々感じているであろうことを考えることは興味深いものです。まず、猫は食べることに関して、非常に関心が高い生き物です。野生の猫のように、家庭猫も複数回に分けて小さな量を食べることを好みます。定期的にご飯を与えられると、飼い主の行動パターンを覚え、その時間になると鳴き声を上げたり、飼い主に対してしつこくなったりすることがあります。これは、猫が自分の食べ物を確保するために行動する野生の本能的な行動の一部と言えるでしょう。また、猫は快適な環境を好む傾向があります。暖かい場所や柔らかい場所、高いところなど自分が安心して過ごせる場所を探します。猫がくつろぐ場所は、飼い主のベッドやソファだけでなく、キャットタワーや段ボール箱など、自分だけのスペースを求めることがあります。猫が心地よく過ごすことができる環境を提供することは、彼らが健康で幸せに暮らすために重要です。遊びも猫にとって重要な要素です。猫は狩りをすることが本能的に好きであり、遊びを通じてその本能を満たします。おもちゃや飼い主との触れ合いなど、遊びの要素があることで、猫はストレスを解消したり、運動量を調節したりすることができます。特に、猫が単独で遊べるおもちゃや、猫と飼い主が一緒に楽しめるおもちゃなどを提供することは、猫の健康と幸福に良い影響を与えるでしょう。さらに、猫は社会的な動物ではありませんが、飼い主や同居する他の猫との関係には敏感です。飼い主の態度や言動によって、猫の行動や態度が変化することがあります。また、同居する他の猫との関係も、猫同士のコミュニケーションや地位争いなどが関わってくるため、猫はそれを考慮して行動することがあります。飼い主や他の猫との関係が良好であれば、猫は安心して過ごすことができるでしょう。猫が日々考えていることや感じていることは、様々な要素が絡み合った複雑なものです。私たち人間が猫の行動を観察し、彼らが求めるものや感じることを理解することは、猫との良好な関係を築く上で重要です。猫との触れ合いを通じて、お互いの信頼関係を深め、共に幸せな時間を過ごすことができるでしょう。